皆様こんにちは。今回は Google プレイの支払い方法に PayPal やキャリア決済を追加する方法をご紹介させていただきます。 Google プレイストアや Google プレイミュージックなどの支払い方法は以前までクレジットカードや Google プレイギフトカードの残高のみとなっていたのですが、現在では PayPal や携帯電話のキャリア決済も選択できるようになっています。それにはまず Google プレイの支払い方法に PayPal やキャリア決済を追加しておく必要があります。 Google プレイの支払い方法を追加する項目は Android で Google プレイストアアプリを起動し、左上のメニューアイコンをタッチして表示される項目からアカウント情報をタッチします。次に表示されるページで一番上のお支払い方法をタッチします。支払い方法に PayPal を追加するには PayPal を追加をタッチして PayPal のログイン情報を入力しログインをタッチします。これで Google Play の支払い方法に PayPal が追加されます。 Google Play に追加できるキャリア決済は NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクのいずれかのキャリアで契約を行っている場合で、さらに Android にそのキャリアの SIM カードが挿入されている必要があります。キャリア契約を行っていても SIM カードがない場合はキャリア決済を追加することはできません。 Google Play にキャリア決済を追加する方法は、挿している SIM のキャリア名が表示されている部分をタッチして表示されるウィンドウの保存をタッチするだけです。これでそれぞれの決済方法が Google Play に追加されます。追加された決済方法は、例えば有料アプリを購入する場合に決済方法の中から都度選択して支払いをすることが可能です。つまり決済方法を追加しておくことで支払い方法の選択肢が増え、簡単に切り替えることができます。結構便利なので、もし決済方法を追加できる場合は設定しておくことがおすすめです。以上、 Google Play の支払い方法にPayPal やキャリア決済を追加する方法のご紹介でした。